Cyan Rin, an official Siberia tour website, writes about the Great Sarabiksky as follows. The Great Sarabik Mound is the biggest archaeological monument in Kakashia. It was named after Sarabikskaya Basin. This stone pyramid, 20 meters in height, is a burial place of one of the most powerful Dingling kings and his family. There are vertical stone plates situated around the burial mound. Their weight varies from 20 to 60 tons. The height is 8 meters. The legend says that it is a road of spirits which leads the souls of dead people to the dawn into the upper sky world. Inside the burial mound, there is a tomb with a mummy. ロシア・シベリアの旅行ガイドには次のようにあります。グレート・サルビックはカーカシア地方で最大の考古遺跡です。当地方には高さ20メートルの石造ピラミッドがあり、その墓の周辺には岩が立っています。重さは20から60トン、高さは8メートルです。伝説によれば、道路の精霊で死者の魂を天国へ導くためのものだそうです。墳墓の中にはミイラが安置された墓も見つかっています。広志林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんをロシア・シベリアのサルベックスキー墳墓へ案内します。位置的にはまさにシベリアの中心部ということになります。ベイスンとありますから盆地の中にあるということになります。この中央部分にそれが見えてきます。大きさは横70メートル、縦64メートルほどです。で、この岩を見て驚くのはですね、UK のエイブベリーの巨石群と酷似しているという点です。岩の大きさも高さ8メートルあるということです。まあ、周囲を見てもですね、このような巨石がある場所が見当たりません。一体このような巨石をですね、どのようにしてどこからここへ運んできたかっていう問題もあります。まあ、ともかくもエイブベリーの巨石群と大変よく似ていると言いますか、区別がつかないほどよく似ています。まあ、それを皆さん自身にも確認していただきたいと思います。で、最初に結論ということになりますけども、エイブ・ベリーがロックカレンダーであるとするならば、私林浩はロックカレンダーと判断していますが、ロックカレンダーであるとするならば、このサルビックスキー巨石遺跡もまたロックカレンダーと考えて良いのではないでしょうか。これがそのサルビックスキー巨石遺跡ですけども、左右比較していただくと分かると思いますけども、大きな石がですね、いくつか欠けているように見えます。そして巨石の間に4個から5個の比較的小さな岩が並んでいるように見えます。このサルビックスキー巨石遺跡もですね、ロックカレンダーなのでしょうか。まあ、先にも言いましたように、 UK のエイブベリーがロックカレンダーであるとするならば、このシベリアのサルビックスキーもやはりロックカレンダーということになります。まあ、その証明は私林浩の
ナスカ理論によってしますが、もう一度上のシベリアのサルビクスキー巨石遺跡とですね、下のエイブベリーの巨石遺跡を比較してみてください。上がサルビクスキーの巨石遺跡です。下がエイブベリーの巨石遺跡です。そして大変興味深いことに、サルビクスキーとですね、エイブベリーの間はちょうど経度角にして90度離れています。緯度はほとんど同じです。右の数字を比較してみてください。サルピクスキーの方は 90.46、エイブベリーの方は 1.51 です。で、林浩司のナスカ理論によって証明してみます。ナスカです。このナスカに2本の直線を引いてみます。1本はシベリアのサルビクスキー巨石遺跡から引いてきたラインです。この緑のラインがそのラインです。そしてもう1本は UK のエイブベリーから引いてきたラインです。上のブルーのラインがそのラインということになります。下のグリーンのラインはですね、グレートサルビクスキーから引いてきたラインです。1つのプラットフォームに集まることが分かっています。で、これら2つはですね、何らかの関連性があるということになりますが、この辺りには世界の巨石遺跡からのラインが集まっています。その動画をこの後につなげておきますから、もう一度ご覧になってください。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious megalith in Celebes, Indonesia called Pokekea Megalith. As to Pokekea Megalith site, Celebes, Indonesia, WorldCom website writes as follows, though nobody knows what they are and who created them.Stands silent in Pokekea Megalith site, just like thrown out from a time machine to a mysterious land in a very old ages. Statues and many megalith stones are scattered in the very beautiful valley. Located in Napo Valley, 3 hours driving from
Palu, the capital of Central Celebes, Indonesia. Pokekea and the rest of the valley offered amazing landscape view and historical experiences. I, Hiroshi Hayashi, is to try to solve this mystery with my own Nazca theory. You will know what they are and who created them after 10 minutes. Can you be patient for 10 minutes to know the secret of Indonesia?インドネシアのセレベス島に奇妙な巨石遺跡があります。それが何であるか、誰によって作られたものかについて誰も知りません。が、その謎は簡単に解けました。それだけではありません。私はその謎を私のナスカ理論を使って解きましたが、このことは同時に私のナスカ理論の正しさを証明するところとなりました。どう解いたか、どう証明したか、それをこれから皆さんに紹介します。で、10分後にあなたはこう言うでしょう。なんだそうだったのか、と。なお、この巨石遺跡についての情報は、幸男山川さんによって届けられました。私もその巨石遺跡については、幸男山川さんによって教えられるまで何も知りませんでした。が、その巨石遺跡からナスカに線を引いてみたら、謎はそのまま解けました。ラオスのジャール平原の巨石ラインと、同じ滑走路の反対側と、その線が重なったのです。ビンゴーです。そればかりではありません。これから紹介します、ロシアのショリアの巨石遺跡ライン、さらには UK のエイブベリーラインとも重なったのです。さらに、ペルーのモレーのラインとも重なりました。どれも私がカレンダーであると証明した遺跡です。では、順にそれを説明していきます。先ほど紹介した画像と同じになりますが、まずインドネシアのセレベス島をまあ紹介します。この左から二つ目の星のところがセレベス島です。そして一番左のところがラオスのジャール平原です。同じ巨石があります。で、その間の距離は約3000キロなんですね。互いに行き来できる距離ではなかったと思われます。で、まず皆さんをですね、このポケケアメガリスへ案内します。インドネシアのセレベス島です。で、ここにその巨石があります。で、この白い点が2つありますけども、巨石があるのは向かって右側の方だと思われます。まあ一応点はこの点に取りましたので、皆さんご自身が検証なさるときは注意してください。これがそのポケケア巨石の、まあ、石、今、巨石なんですよね、要するに。で、こうしたものが、ポケケアにあるわけです。まあ、大きなものですね。そして、そうした岩をですね、加工して、まあ、このような容器のようになっているわけです。ご覧ください。そして、今度は、ラオスのジャール平原へ、皆さんを案内します。これは、ベトナム在住の中さんという方が、この情報を、教えてくださいました。これがラオスのジャール平原です。で、このジャール平原も、やはり同じような場所にはあるんですけどもね、この位置よりもやや上あたりのところです。緯度経度は合ってますので、それを頼りに探してみてください。この場所よりもやや上あたりです。で、この緯度経度は正しい位置ですから、これを手がかりにこの場所を探してください。で、これがジャール平原の巨石です。まあ、やはり壺型に作ってあるわけですね。で、インドネシアではこれを、ごめんなさい、ラオスの方ではこれをですね、酒を入れておく、まあ、容器として使っていたと、そのように説明されているようです。中さんがそのように教えてくださいました。で、この、いわゆるポケケアのメガリスと、それからジャール平原のメガリスを比較してみますと、大変興味深いことがわかります。上がポケケアですね。インドネシア。そして下がラオスのジャール平原の、まあ、巨石です。まあ、順に比較していただくとわかりますように、同じなんですね。まあ、それ以上言いようがありませんね。同じ壺型で、そして岩をくり抜いて作ってあるということです。何のために、どうしてかということですよね。まあ、人間の大きさと比べてもかなり大きいものだということがわかります。まあ、簡単に持ち運べるような岩ではないということですね。岩というのは重いですよ。はい。
私の家の庭にも、まあ、小さな岩がありますけども、まあ、どうしていいものかという感じで、困っているような状態でしてね。まあ、要するにこの白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、区別がつきませんね。皆さん自身で確認してください。で、これと同じようにですね、このショリアとエブベリを比較してみます。ロシアのショリアです。これも、ゆきお山川さんが教えてくださいました。緯度経度はここに示しておきます。そして、エイブベリーとの間の距離はですね、5800キロも離れているんですね。やはり同じように、まあ、比較しています。上が、ショリア、ウスツアバンカスキーですけどね。そして、この人の大きさと比べてください。ここが重要です。巨石なんですよ。こんな岩をですね、この大平原の真ん中に並べてあるというところが謎なんですね。周りには岩らしいものは何もありません。エイブベリーもそうですね。この大きさを比べてみてください。で、同じものがショリア、それからエブベリーの両方で見つかったということです。経度差にしてちょうど 90.0 の経度差があります。で、こういうのを見ますとですね、はっきり言いますと、エブベリーの今までの考古学者の先生たちはもういろいろな説明してきましたけども、すべてそうした説明が吹っ飛んでしまうということですよね。同じものがショリア、ロシアの5800キロ離れたショリアで見つかったということです。皆さん自身で確認してください。これからもこうした発見は次々となされていくものと思われます。で、上がショリア、下がエイブベリー。区別はつきませんね。このことをちょっと頭の中に入れておいてください。エイブベリーはカレンダーでした。同じようにショリアもカレンダーと考えられます。下は古墳ですけどもね、この並び方のコンセプトですね、いわゆる埴輪を並べていくこのやり方がですね、ショリアの石の並び方と大変よく似ているということです。ウスツアバンカンスキーのね、石の並び方とよく似ているということですね。大きな岩を並べて、その間に小さな岩を並べてあるということですね。ですから、まあ、前方後円墳、まあ、カレンダーセット重ね合わせますと、さらに、まあ、空の関係性、関連性がですね、明確になってくると思います。では、これから、その、まあ、検証と言いますかね、ナスカ理論を使って、それを説明しています。これがナスカです。この黄色い線は、ポケケアラインですね。ポケケアから引いてきました。先ほどの、まあ、緯度、経度のところから引いてきました。そしてこのラインがですね、この滑走路に重なります。注意深くご覧ください。ここが、林浩司のナスカ理論です。注意深くご覧くださいよ。このラインと重なりますね。これは綺麗に重なるんですよ。皆さんも、驚かれると思います。緯度経度はここに示しておきます。この点を基準にして、この滑走路を、調べてください。そしてこの、今のブルーの線が今ポケケアですね。そしてこの黄色い線が、ジャール平原から引いてきた線です。上で重なりましたね、線が。このように、ナスカではですね、同じ関連性のある遺跡を、こうしてラインで示しているということです。上のブルーのラインがポケケアラインです。で、右の赤いラインがジャール平原から引いてきた線です。まあ、このようにして、両者は綺麗にこのライン、滑走路の上の方で重なるということです。が、それでだけではありませんね。もう一度ご覧ください。これがポケケアラインですね。このブルーの線がポケケアラインです。いいですか？そしてこの赤い、これが黄色い線がエイブベリーから引いてきた線です。そしてこれがショリアから引いてきた線です。この一番右のブルーのラインはショリアから引いてきた線です。そしてジャール平原のラインと重なります。がもう一つ、ペルーのモーレーラインと重なります。このモーレーもカレンダーであることを証明しました。このように、まあ、ロックカレンダー、並びにモーレーはですね、すべてこの5本の線はここに集まるということです。もうこれは偶然ではありませんね。確率論的にありえないことです。もう一度、簡単に復習しておきます。いいですか？中央がナスカです。上がポケケアです。ブルーラインですね。それからジャール平原の赤いライン。それからショリアの水色のライン。そしてエイブベリーの黄色いライン。そして最後にモーレーの緑のグリーンのラインがこうして重なるということです。もうこれでナスカ理論によってこれら5社はですね、すべてカレンダーであり、またこのナスカ理論を使ってポケケアの巨石、メガディスもですね、カレンダーであることが証明されました。いかがですか？続くビデオどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a cross point in North Asia.
I, Hiroshi Hayashi, say here in this video that when two lines meet together, there we will see a cross point or a datum point for extraterrestrial beings. Here is another evidence. 2本のラインが交わるとき、そこにクロスポイントがあります。林博士のライン理論です。今日の物語は、そのクロスポイントについてのものです。たまたま、幸男山川さんより、キジル石窟の話がありました。で、その写真が気になったので、キジル石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。キジル石窟が、今まで解けなかった謎を解いてくれました。アジアでも、龍門だけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、キジルセックスを教えてもらったおかげで、その謎が解けました。画面を見ながら説明します。まず、皆さんをキジルグロト、まあ、セックスへ案内します。この印をつけたところが、キジルグロトズです。で、ここへ行ってみます。で、このキジル石窟については、実は私はノーマークでした。で、今回ですね、まあ、写真を見せていただき、まあ、何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあ、ここがキジル石窟です。まあ、こうした、まあ、景色が広がってるわけですね。で、この、まあ、こうしたその検証ではですね、私のライン理論とナスカ理論が役に立ちます。で、このキジル石窟からですね、ナスカに線を引いています。で、ここがナスカですけども、まあ、伸直線と言いますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。で、このように言いますと皆さんは、ただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。まあ、そう判断するのはちょっと待ってくださいよ。実はこのあたりには、世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあ、このラインも含めて、すべて、なんて言いますか、寸分の狂いもなく重なりますから、皆さんも確かめてみてください。今、この米印のマーク、これがまあ、目印ということにしておきますね。で、このラインが、運行から引いてきた線です。ユンギャンから引いてきた線ですね。そして同じ、まあ、滑走路、左側が、これが龍門から引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。線、ラインを見失っていけませんので、この、今ここへ置きましたね。それと、その下の赤い線が、これがバーミヤンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミヤンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、正確に取ることができます、一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。キジル、ウンモン、それからリウモン、そしてバーミヤンですね。そして、写真を拾ってみました。右上がキジル、左下がですね、ウンコウですね。そして、左上がリウモンです。そして、右下がバーミヤンということになります。そして、これら4箇所をですね、比べてみますと、全く区別がつかないんですね。いわゆるまあコンセプトが同じと言ったらいいのか、まあ同じ画家が描いた絵のような感じですよね。右上からキジル、下がバーミヤ、左上がリオモン、そして運行です。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということがわかります。まあ皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、こうした、まあ、石窟ですよね。こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますか？あるいはその違いを言うことができますか？ってことですね。では、検証してみます。今度は林博士のライン理論です。ここに、キジルがあります。スペリングがわかりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして、右下がリオモンです。線でつなげておきます。で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして、運行です。で、線で繋いでおきます。そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博士のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、クロスポイントには、
クロスポイントは基準点である。というのが、まあ、私の、ライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。で、このクロスポイントをどん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 探して下を降りていってますと、87.8 キロ離れたところに、ビンゴですね。マガオ、バッコウ窟がありますね。トンコウ、バッコウ窟です。今までマガオを基準点にとっていましたけども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントが、本当の基準、なってますか、基準点、クロスポイントかもしれません。そしてこのマガオへ降りてみます。今中心に持ってきました。バッコウ窟です。バッコウ窟ですね。で、やはり、大変よく似た景色が広がっています。トンコウ、バッコウ窟です。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、バッコウ窟って言いますと、この写真が一番最初に、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミヤン、リュウモン、それからウンコウを見比べていただきました。そこに、マガオ、バッコウ窟が加わります。で、色をセピアにしてみますと、またなってますかね。区別がつかなくなりますね。あるいは皆さんは区別ができますか？では、キジルとマガオ、簡単に比較しておきます。まあ、壁画が残っているのは今のところですね、キジルとバッコウ窟ということなんですけども、この、まあ、壁画がですね、またまたよく似てるんですね。で、こう、細かいところを見てきますと、特に頭の上のこの丸い太陽の紋章だと思いますけども、太陽の紋章が私は気になりました。皆さんどうでしょうか？そして上半身裸で、下には、まあ、ちょっと一風変わった腰巻きを巻いています。これが神々、つまり、エイリアンの衣装ということになるのでしょうかね。そしてネックレスですね。お決まりのネックレスです。で、もう一度このナスカに戻っています。ここには、今言いましたバッコウ窟のラインがありませんね。しかしあるんですけどもね、左の方にあります。いわゆる左のこのグランドクロスのあたりにはですね、世界の重要な拠点が集まっているところからのラインが集まっています。この白い線が今マガオから引いてきた線ですけども、このラインがマガオラインと私は呼んでいます。実はないわけではないんですね。ということで、新しい発見ができましたので、皆さんに報告しました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. 続いて世界の山々のラインについて説明します。謎の山、キリマンジャロですね。このキリマンジャロも大変重要な山です。これは私が発見したクロスポイントの中で、まあ、ここには何かあるはずだということで探して、この場所を見つけました。この、まあ、クロスポイントの横線はですね、寸分の狂いもなくキリマンジャロの方向を示しています。地球を半周以上してるんですよ。そして、ナスカにももちろんラインがあります。これをキリマンジャロラインと私は呼んでいます。その都度、緯度、経度を示しておきますので、興味のある方は自分で確かめてみてください。これグランドクロスですね。ポポカティピティからのラインももちろんあります。ポポカティペティの、まあ、ふもとと言ったらいいんでしょうかね。そこに、ピョーティーワカンがあります。これは、ルアペフですね、ニュージーランド。やはりと言いますかね、南太平洋の、まあ、基準点になっています。そして、このラインがここに集まります。このあたりが、世界の山々からのラインが集まるラインです。キナバルです。このキナバルの線は、やはり長いですね。左に、下から来ます。そして、まあ、上のプラットフォームへとつながっていきます。これがアイゲリーって言うんですかね、フランスの実に奇妙な岩山ですけども、やはり先ほどの、滑走路の近く来ます。だいたいこの辺に集まってるんですけどもね。まあ、興味ある人は見てください。そして、これがマッターホルンですね。マッターホルンもいわゆるまあ北、なってますか、イタリアあたりの基準点になっていますね。そして、全く同じ滑走路、ますかね、プラットフォームの周辺に集まってきます。もちろん、富士山もありますよ。富士山の、ラインは大変
短いところではありませんけれども、それほど、まあ、目立つラインではありません。だからここに重要なポイントがあります。今、180度回転していましたけれども、この形が日本の本州の形と一致します。それだけではなくて、ちょうど、なんて言いますかね、富士山のある位置でクロスポイントができているということですよね。いわゆる、まあ、左の方を見ていただきたい。この緑の線は日本の富士山から引いてきた線です。そして、この交わっているところと、まあ、地図上のですね、日本の富士山の位置が一致するということです。すなわち、左の、この、いわゆるまあ、地上に描かれた絵はですね、絵ではなくて、これは日本の本州を表す地上絵であったということになります。まあ、こうした事実は、すべて林博士が発見したことですよ。そして、マウントウラウンです。青山中の青山ということになりますね。このウラウンからの、ラインは十数本以上あります。プラットフォームも二つあります。その中の一つはこれですけどもね。やはりマウントがありますからマウントをつないでみてください。その証拠に、この今矢印で囲んだところに三角形と言われている地上絵があります。これは三角形ではありませんよ。ここの緯度経度を示しておきますから、またご覧になってください。これは、そのまま、ウラウン山の形を表しているわけです。まあ、このようにですね、方向を示すと同時に、その、ま、ランドマークをこのように、まあ、エイリアンたちは書き残していったということになります。もちろん人間じゃありませんよ。もちろんインカ人じゃありませんよ。まあ、このように、まあ、ナスカ理論と、それから私のライン理論を使うと、世界の古代の謎が解けていくということです。まあ、それが分かっていただきたかったために、今日は、このビデオを編集していました。こんなことはできるのは人間ではありませんね。まあ、宇宙をですね、もう自由に飛び交う人、飛び交うことができる人によって、こういうことが可能だということです。まあ、それでは皆さん、バイ。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a smallest rock that often implies the biggest mystery for human beings. The rock is in a plain and it is here in this video named Yukio Rock since Yukio Yamashita-san has found itOn Google Earth. The rock stands just on the line between Sigiriya Rock in Sri Lanka and Indian Head Rock in USA. Just beside the rock, a group of strange circles is aligned. No one knows what they are so far. Also on the same line, Shorya rock alignments are located. Rock alignment about which I have proven on my Nazca theory that they are also a rock calendar along with Avebury in UK and Karnak.In France. These gather as the same pattern in Nazca. Here, you can enjoy the story in this video, for which I thank you very much.今日の物語は小さな岩の謎から始まります。アルタイ共和国の東の端にあるコシュ・アガチスキー郡の大平原にある小さな岩です。何の変哲もない小さな岩のように見えるかもしれませんが、しかし人類にとっては大変重要な意味を持つ岩と私は考えています。その岩へまず皆さんを案内します。
で、この赤いラインは、スリランカのシギリアロックと USA のインディアンヘッドロックをつないだ線です。このラインを双方の頭文字を取って SI ラインとしておきます。この赤い直線の直下にその岩があります。幸男山川さんがこの岩を発見してくださいました。名前を幸男山川さんの名前を取って幸男ロックとします。で、その線上に処理や列石があり、またその幸男ロックから北西へ 1.08 キロのところに奇妙なサークルがあります。一列に並んでいます。15、6個ほどの円形の地形が並んでいます。長さは236メートル前後あります。このサークルが何であるかは今のところ分かっていませんが、しかし写真を見ていただければ分かるように、人里離れた大平原の中央です。近くには道路もなければ民家もありません。今は謎の地形としておきます。話は前後しますが、なぜシギリアロックなのか、それについて説明しておきます。つまり、シギリアロックは基準点になっているからです。このシギリアロックの北に2個の岩山があります。シギリアロックはこれら2個の岩山と並んで、正確にインディアンロックの方向を示しています。逆にインディアンロックとシギリアロックをつないでみるとそれがわかります。また、これら3個の岩山は空からドサッと落とされたような様子で並んでいます。別のところでそれを詳しく検証してみましたので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。シギリアロックとインディアンヘッドロックはこうして相互につながっています。だからシギリアロックということになります。この岩には特別な意味があります。先にも言いましたが、SI ライン上にそれがあるからです。SI ラインからは672メートル離れていますが、地球規模で考えるならば、無視できる距離です。で、その処理屋列石については、暦列石であると判断しました。つまり、ロックカレンダーです。UK のエイブベディ、フランスのカルナク、それにラオスのジャール平原列石と並んで、暦列石です。列列石と呼んでいます。私のライン理論とナスカ理論を使ってそれを証明しました。それについての動画はこの後につなげておきますので、どうかご覧になってください。この幸男ロックについては、現地の研究者たちも関心を持っているようです。何人かの研究者が現地へ入り、調査をしています。公開写真をたどると、現地調査をした人たちの報告書があるのがわかりました。不思議な岩です。というのも、写真を見ていただければわかるように、周辺は小石あるいは小さな岩が所々にあるだけの大平原だからです。そこに立っているような大きな岩は周辺には見当たりません。それ一個しかないのです。が、何よりも重要なことは繰り返しになりますが、シギリアロックとインディアンロックを結ぶ、つまり SI ラインのその直線下にあるということです。シギリアロックも、インディアンヘッドロックも、共に重要な基準点になっています。それについては、たびたび証明してきましたが、単刀直入に言えば、処理や暦列石はもちろんのこと、この幸男ロックも、エイリアンたちによって、意図的に置かれた岩ではないかということです。ところで、話は少し脇道にそれますが、
インディアンヘッドロックについて、その風化が急速に進んでいるように見えることを皆さんご存知ですか？2002年と2010年の写真をここに並べて紹介しておきますので、どうか見比べてみてください。光線の方向による違いかとも思いますが、どうもそれだけではないように思います。顔の輪郭など形が大きく崩れているのがわかります。特に顎の下などは重機を使って削り取られたような痕跡すら見えます。もしそうなら大変なことです。人類にとって最も重要な基準点の一つを破壊していることになります。で、このインディアンヘッドロックは人為的に岩盤の上に掘り込まれたものです。そのことは、このインディアンが左手に持っている杖、あるいは棍棒を見ればわかります。杖は700メートルにわたって岩盤の上に掘り込まれているのです。なお、このインディアンヘッドロックは、西極点と東極点の距離を正確に2対3に分けた位置にあります。西極点からインディアンヘッドロックまでは 8024km。東極点からインディアンヘッドロックまでは 12046km。比に直しますと、2対3.002 です。つまり、2対3です。また、そのインディアンの目線は、正確に東極点を向いています。で、私は、この平原にある岩は、人為的に建てられたものと判断しました。その第一の理由は、同じ SI ラインの上に処理屋列石があることです。その処理屋列石も日本ではほとんど知られていないと思います。JCB さんこと、幸男山川さんが教えてくださいました。SI ラインからのエラーは 4.3 キロですが、この距離もまた無視して良い距離ということになります。繰り返しますが、処理屋列石は人為的に作られた暦列石、つまりロックカレンダーであるということです。その中心からナスカに直線を引いてみればわかります。その直線は、ラオスのジャール平原からの直線、エーブベリーからの直線と重なります。つまり同じプラットフォームにつながるという意味です。その処理屋列石と同じライン上に、その雪をロックが立っています。そこが重要です。この雪をロックが何を意味するか、私のイマジネーションによれば、それはインディアンヘッドロックからシギリア、あるいはシギリアロックへ向かう、あるいはその逆でも良いわけですけども、その中継点、つまり、目印ではないかということです。目的は今のところ分かっていませんが、そのラインの近くで2015年になって壁画が見つかっています。新疆ウイグル地区にあるカバ遺跡です。SRI ラインからは約124キロ離れていますけども、まあ近くと私は考えています。こうして並べて考えてみますと、これらの岩が偶然というのにはあまりにも偶然、つまり偶然とはとても言えないような範囲で置かれているのがわかります。あまりにもできすぎた話ということです。
が、ここでのポイントは、実はこのことではありません。こうした岩を眺めていると、日本でいう、いわゆる岩倉なるものが、そのすべてではないにしても、ただ単なる、つまり自然によってそこにある岩ばかりではないのではないか、ということです。中には人為的に何らかの目的を持って置かれた岩もある、あるいはそういった岩が多いということです。事実、この雪は雪をロックと同じような形状で、かつ場違いなところにある岩は日本中のあちこちにあります。そうした不自然さを多くの人たちが気がつき、そして感じています。あるいは古来より何かの伝説的な説明のある岩もたくさんあります。私もここには何かあるはずと調べ、自ら発見した岩もあります。奈良の八田寺の裏にある小山の中の大石もその中の一つです。王様の王と書いて大石とも言います。直接現地へ行き、この辺りには何かそうした目印のようなものがありますかと住職に話しましたら、そういえばということで、その岩のことを教えてもらいました。こうした岩倉はアカデミックソサイエティでは完全に無視されていますが、本当にそうでしょうか。つまり、研究に値しないと無視されてばかりで良いのでしょうか。つまり無視して意味のないものと片付けてしまって良いものでしょうか。が、私はそうは思いません。こうした事実を積み重ねていくと、私はその向こうに巨大な謎が隠されているのがわかります。わかりました。例えば昨年調査した奈良県の岩尾神社の巨石もその中の一つです。この巨石で謎なのは巨石の壁面を走るラインです。地質学の学者たちはベイクライトであると説明していますが、それにしても不自然です。と言いますか、自然とは言い切れないものです。現地の人たちに伝わる伝説によれば、それらの岩は一夜のうちに天から降りてきたと言われています。さらに不思議なのは山添村の長寿岩です。その長寿岩にも奇妙なラインが走っています。などなど。この地球はまさに謎だらけです。謎、また謎。逆に言うと、私たち人間は、人間こそが第一の生物である。人間こそが完成された生物である。人間以外に知的生物はいない、などと、人間至上主義のもと、こうした謎にあまりにも無関心、無頓着であったということではないでしょうか。そんなはずはない。ただの神話だ。伝説だ。とです。しかし、そう言いながら、言うなれば、煙幕を張ることで、人間と神々、つまり人間とエイリアンのつながりを意図的に否定し、消し去ってしまっていたということにもなります。大平原にぽつりと立つ岩。その雪をロックは、言いようのない孤独感に包まれています。が、その雪をロックは、ただ一人、天空に向かって何かを訴えています。我一人ここにありと。私はその姿に、限りないロマンを感じます。歴史のロマンを感じます。いかがでしょうか。
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about another rock calendar in Usutu Abankansky near Mount Shorya, Russia. Physical Measurement Laboratory website writes as follows. Celestial bodies, the sun, moon, planet and stars have provided us a reference for measuring the passage of time throughout our existence. Ancient civilizations relied upon the apparent motion of these bodies through the sky to determine seasons, months and years. We know little about the details of timekeeping in prehistoric eras, but wherever we turn up records and artifacts, we usually discover that in every culture, some people were preoccupied with measuring and recording the passage of time. I, Hiroshi Hayashi, would like to point out the fact that rock calendars must have been there, some of them, about which have paid little attention, or not at all, to rock calendars. Here in this video, I show you another story about rock calendars now found in Usutu Abankansky near Mount Shorya, now in Russia. Rock alignment in Usutu Abankansky is just one of them. 古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることでした。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば今は何年何月何日なのか、そして今はどんな季節なのかと。そうです。その根底にあったのは季節ということになります。その時になれば森の木々が芽を吹き花が咲く。その時になれば暖かい風が吹き小鳥たちが軽やかに歌い出す。がその一方で、その時になれば雨が降り雪が降る。冷たい風が吹く時もあるし、嵐になる時もある。すべてがその時に始まり、その時に終わりました。で、古代の人たちは、そうした移り変わりから一年という概念を導き出したものと思われます。と考えるのはごく自然なことです。古代の人たちといってもその流れを組む私たち自身のことだからです。私たち自身の中にその記録が刻み込まれているからです。現在の私たちだって、1日単位、1ヶ月単位、1季節単位、そして1年単位で生活しています。が、その時がわからなくなってしまったら。現在の私たちは大混乱に陥るに違いありません。同じように古代の人たちもです。だから古代の人たちは懸命にその時を知ろうとしました。今はいつなのかと。まず太陽を見た。次に月を見た。やがて星々を見た。こうして暦を知ったわけですが、それだけでは不十分でした。例えば、UK のエイブベリーにも岩が並んでいます。一番外枠は12、12、13の月の数が並んでいます。12ヶ月、13ヶ月を繰り返すという意味です。で、その円の中に別の円があり、そこには 29.5 個の岩が並んでいます。1ヶ月は 29.5 日という意味です。が、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のズレが生じてきます。だから同じく円の中に27個の岩が円となって並んでいます。そして毎日その岩のそばにトークン、つまり目印の石を置くことで、日、月、年を正確に知ろうとしました。もちろん季節も知ることができます。つまり、ロックカレンダーです。同じコンセプトで作られているのが日本の銅鐸です。それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。が、それだけではありません。フランスのカルナック列石も同じコンセプトで作られたロックカレンダーと考えられます。エイブベリーで見つかったのと同じトークンがカルナックでも見つかっています。エイブベリーでもカルナックでもそのトークンのことをオノ、オノ、オノと言っています。オノなんかじゃないです。トークンです。さらにラオスのジャール平原の列石、さらに南米ペルーのモレーもそうです。これらもカレンダーだったと断言できます。さらに言えば、ストーンヘンジの周辺には丸い穴が掘られていたこともわかっています。その穴もカレンダーでした。
そのことも続くビデオの中で説明します。またさらに言えば、日本の前方後円墳、さらには埴輪もそういう役目を果たしていました。カレンダーだったのです。で、以上はすべて私、林博士が発見したことです。詳しくはこの動画の中で説明しますが、もしお疑いなら、エイブ・ベリー、ジャール、モレーからナスカに線を引いてみてください。この3箇所は一つのプラットフォームに集まります。同じエイリアンが絡んだカレンダーということになります。宇宙から地球を見ることができた人、すなわちエイリアンということになります。が、今日ですね、そのカレンダーにもう一つ新しいカレンダーが加わりました。ロシアのウツス・アバンカスキーのロックカレンダーです。この情報は山川幸男さんという方からいただきました。シュリア山にある列石もカレンダーではないかと。で、調べてみましたが答えはすぐ出ました。私、林博士のナスカ理論を応用しました。つまり、ウスス・アバンカンスキーからナスカに線を引いてみました。ビンゴーです。そのウスス・アバンカンスキーからの直線と先に挙げたエイブ・ヴィリ、ラオスのジャール平原からの直線が、そしてモレーからの直線がみんな一箇所に集まったのです。もちろん、いいですか？繰り返します。ペルーのモレーからの直線とも重なったのです。ウスツ・アバンカンスキー、エイブ・ベリー、ジャール、そしてモレーの4箇所からの直線が1箇所に集まったのです。ビンゴーです。偶然ではありえない確率で一致したのです。つまり、ウスツ・アバンカンスキーの列石が何らかの形でロックカレンダーとして機能していたことはもう疑いようのないことです。あるいは、エイブ・ベリー、フランスのカルナク、ラオスのジャールと同じコンセプトで作られたロックカレンダーであった。まさにビンゴーです。この動画の中で、そのウツス・アバンカンスキーとエイブ・ベリーを比較してみました。岩の大きさや並び方など。で、それがどうよく似てるかは、皆さん自身の目でご確認ください。いいですか、皆さん。古代の人たちの心になって、もう一度この世界を、この宇宙を見直してみてください。その心になれば、答えはおのずと出てくるはずです。つまり、暦です。標準時です。古代の人たちにとって何よりも重要だったことは、時を知ることだったのです。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば、今は何年何月何日なのかと、そして今はどんな季節なのかと、その時を知ることが重要だったのです。そのためのカレンダーであったということになります。では、画面を見ながら説明します。まあ、これがエブベリーですね。岩が並んでいるところに注意してください。まあ、それについて後でもう一回説明します。で、ショリア、ロシアのショリア、ウスツ・アバンカンスキーですかね。なんて言うんですかね。まあ、の、まあ、ロックカレンダーに皆さんを案内いたします。で、ここにあるわけですね。ちょうどエブベリーと、経度差でですね、90.0 っていうのも気になります。すなわち、地球の4分の1周分ですね。それから、緯度は1度違いますが、まあ、ほとんど同じだということですね。これが、ウスツ・アバカンスキー、あるいは、ウスツ・アバンカンスキー、という、まあ、呼ばれている、ところです。で、ここに、その、ロックカレンダーがあります。で、この岩の特徴はですね、やはり大きいということですね。UK のエイブベリーに勝るとも劣らないほど大きな岩だということ。ということです。ところどころにですね、人間の姿がこれから出てきますから、ちょっと注意してみてくださいね。で、これをですね、山川幸男さんが教えてくださいました。私は、この山川幸男さんにですね、この、まあ、情報をいただくまでは、このウスツ・アバンカンスキーに、こうした遺跡が残っているってことを知りませんでした。対角線上で100メートル前後ですね。まあ、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。で、ところどころに小さくこう人が映ってるんですけどもね。岩がいかに大きいかということがわかりますし、岩と岩の間にまた小さな岩が並んでいるということですね。ここに人が中央にいますね。大きいですね。ですから、まあ、こうした巨大な岩がですね、こう中央に人がいます。まあ、こういうふうに並んでいるということなんです。そして間に大きい石と石の間には、小さな石が3、4個ずつ、まあ、ちょうど4個ずつですかね。
並んでいるということですね。これは日本の、まあ、古墳、前方後円墳に並べられた埴輪の並べ方と、まあ、大変よく似ているということですね。あるいは同じと言ってもいいかもしれません。で、これが山川幸雄さんがですね、集めてくださいました写真です。で、山川幸雄さんがおっしゃるにはですね、首里谷山周辺に、まあ、こうした、まあ、遺跡を見つけた。これはですね、私が説いている6カレンダー説の一部ではないかと、そのようにおっしゃってくださったもんですから、調べてみましたけども、まあ、答えはですね、本当に簡単に見つかったんですよ。これはまさしく6カレンダーです。では、検証しています。もう一つこの処理屋に戻っていますね。で、これを処理屋。そして、まあ、エブベリーまでがですね、5800キロあるんですね。これほど離れた距離のところなのにですね、まあ、同じようなものがあるということで、写真を見比べています。上がウスツアバンカンスギ、あるいはウスツアバカンスギですね。下がエブベリーです。人間の大きさを見比べてみてください。大きいでしょ？いわゆるまあ、小さな石ころという感じはもちろんないですね。岩です。こうした、まあ、巨石がですね、この大平原のですね、こうバクバクとしたその平原の中に、まあ、このように置かれているということですね。そしてそのコンセプトといいますか、並べ方が似てる。上なんかこれ同じようにあるんですけども、フランスのカルナクの石の並べ方とよく似てますね。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけです。上がショリア山の近くのウスツ・アバンカンスキーの列石。下が、UK のエブベリーです。人間の大きさを比べてみてくださいね。そしてその巨大さを、まあ、皆さんにまず理解していただきたいなと思います。まあ、こうして岩が並んでいる。何のためにどうしてかということですよね。でしたが、エブベリーはもう、私が証明しましたけども、これは暦です。先ほど言いましたように、12、12、13、12、12、13。そして、中央には 29.5 個の石が並べられている。そして、その上には27個の岩が並べられているということですね。そしてですね、古墳とよく似ているということをちょっとしておきたいと思います。古墳の周りにはこのように埴輪が並べられていて、そして毎日1個ずつね、何かを動かすことによって、まあ、月、年、年、季節を知ったわけですね。まあ、前方後円、これ円墳ですけどもね、前方後円墳の中、周りにはこのような古墳、埴輪が並べられていて、埴輪の目的はだから、1日ごと、あるいは2日に1回ずつね、何か埴輪のようなものを動かすことによって、まあ、日にちを知った、あるいはそこにね、埴輪並べておけば、例えば豪族だったら豪族でいいんですけどもね、神の、まあ、その、日を知ったということですよね。そして、お並べ方が大変よく似ているということです。これはまあ、一つの余談です。で、もう一つ注意していただきたいのが、ラオスのジャール平原です。で、これから皆さんをジャール平原に案内します。で、このジャール平原も、暦、いわゆる列石、歴列石というんですかね、歴列石という言葉が、山川幸雄さんが使っておられましたので、私はそれを使わせていただきますけれども、暦列石ということです。これがジャール平原です。まあ、以前、皆さんのお知らせした座標とちょっと違いますので、こちらの方を使ってください。これがジャール平原の、まあ、列石ですね。ここにはですね、石というよりも、石を加工してですね、まあ、なんて言いますか、容器ですよね。こうして、まあ、酒を入れてたというのは、現地の説明らしいですけどね、ここに、ベトナムの在住の日系の方ですけども、行ってくださいまして、そして報告してくださいました。で、これはですね、同じコンセプトで作られていると思います。まあ、どういうことかと言いますと、エブベリーもカルナックもですね、斧が見つかっているわけですね。いわゆるトークンがね、そしてそのトークンを毎日動かすことによって、まあ、月、季節、そして年を知ったということです。で、ナスカ理論ですね、証明すれば簡単に証明できますから、皆さんに紹介します。これがナスカです。ナスカにはこのような、まあ、滑走路がいっぱい書いてあるわけですね。で、その中の一つ、このあたりには、列石、あるいは暦の、遺跡と繋がっているのが集まっています。これがエブベリーからのグリーンのラインです。皆さんもエブベリーからここに線を引いてみてください。そしてこれがですね、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ここで中心に交わりますね。そして今回見つかりましたショリアの6カレンダーからの線は、ぴたりビンゴをここに重なったわけであります。すなわち、この3本の線は一つに重なったということですよね。一つのプラットフォームから出て、すなわち、同じコンセプトで作られた、いわゆる6カレンダーであるということは、こうして証明されるわけです。と同時に、カルナック、フランスのカルナックでもトークンが見つかってますから、エブベリーとカルナックは同じコンセプトで作られた列石であるというふうに証明されます。そしてもう一つあるんですね。それが、ま、少し前に調べました、モレーの遺跡なんですけどもね。それについてもこれから説明します。すなわち、これら3箇所、とりあえずですね、3箇所は同じプラットフォームから出て、すなわち、林博士のナスカ理論によって証明できたということです。で、ペルーのモレーについて、まあ、話しておきたいと思います。これもですね、万年カレンダーだというふうに私は判断しました。この輪の数がですね、ちょうどまあ、合うわけですね。で、そのモレーの、まあ、万年カレンダーからナスカに線を引いています。このモレーについての説明はこの続くビデオの中でしますから、じっくりとご覧ください。そして先ほど同じプラットフォームへとやってくるんですよ、皆さん。
この線を見てください。先ほどと同じプラットフォームやってきたでしょ。そしてこの上のエッジ、線と側線と重なっていきます。なあじ、モレーも同じ、暦、カレンダー、まあ、カレンダーですよね。であったということです。まあ、古代の人たちは、まあ、その時を知るということがですね、最も重要関心事であったというふうに私は考えています。そして先ほどの線と並べていますね。これがエブベリーです。そして、あ、ごめんなさい、ジャール平原ですね。ごめんなさい、失礼しました。ジャール平原ですね。ジャールです。そしてその横がエブベリーです。わかりますか？エブベリー。そして重なりましたね。この三箇所また重なりましたね。そして、もう一本。先ほど言いました、薄つ、ごめんなさいね、アバンカンスキーでしたか、そこのラインとも重なるということですね。ロシア語難しいですね。薄つ、アバンカンスキーの、ということです。まあ、この座標はここに示しておきますから、ここの座標目当てに4箇所から線を引いてみてください。で、今日、新しく山川幸雄さんからの情報で赤い線が1本加わりました。この赤い線は、ウスツ、アバンカンスキーから来て、みんな、まあ、この右三箇所はね、巨石、そして左も同じコンセプトで作られたカレンダーである。ということになってくるわけですね。まあ、カレンダーについての説明は、その、まあ、先ほど言いましたように、また続くビデオの中でします。このように、4本の線がここに集まった。ビンゴですね。またこの、まあ、これによってですね、この4箇所が、まあ、いわゆるまあ、カレンダーであったということは証明できると同時に、林浩司のナスカ理論がですね、このような形で応用できたということです。山川幸雄さんどうもありがとうございました。大変な情報でした。これからもよろしくお願いします。Bye for now. Scientists claim thatA remarkable 7,000-year-old megalithic site has been discovered in Muduma village in Telangana, India. It is said by Indian archaeologists that the discovery has been hailed as one of the most significant archaeological findings in India over the last few decades. Some scientists also claim that the megalithic site is theoldest ancient observatory in South Asia. Is this true? I, Hiroshi Hayashi, just wonder. What is the Muduma megalithic site in India for human beings? Here is my answer. 7000年前の巨石遺跡がインドで見つかりました。過去数十年においてもインドでは最大級の発見と言われています。ムドゥマ遺跡です。ある学者の説によれば天文観測所ということになっていますが、本当にそうでしょうか。今日はそのムドゥマ遺跡について考えてみます。ムドゥマ遺跡とは何か、人間にとってムドゥマ遺跡とは何か。広志林浜松シティジャパン。To prove with Hiroshi Hayashi's Nazca theory, Muduma megalithic site in India. 林博士のナスカ理論で証明するインド、ムドゥマ巨石遺跡。Scientists discover that megalithic site in India isoldest ancient observatory in South Asia. A remarkable 7,000-year-old megalithic site that served as an astronomical observatory has been found in Muduma village in Telangana, India. The discovery has beenhailed as one of the most significant archaeological findings in India over the last few decades. According to Times of India, the team of archaeologists described it as the only megalithic site in India where a depiction of a star constellation has been
identified. The ancient observatory dates back to 5,000 years BC, and researchers believe that it is the earliest astronomical observatory discovered in India and perhaps even the whole of South Asia. The site consists of around 80 huge menhirs, standing stones, which are 3.5 to 4 meters tall. There are also about 2,000 alignment stones, which are 30 to 60 centimeters tall. According to experts, no other excavation site in India has so many menhirs concentrated in such a small area. The maximum concentration of menhirs is located in the central portion of the monument. Ancient Origins, October 27, 2016. インドのムドゥマというところで巨石遺跡が見つかりました。Ancient Origins がそれを報告しています。で、これがその報告書ということになります。2016年10月27日付になっています。皆さんをテランガナのその遺跡のあるあたりに案内します。場所の座標は表記されていませんでしたので、テランガナのこの村に点を取りました。これがウドマの遺跡ということになります。写真は今のところこの2枚しか公表されていません。で、林博士のナスカ理論によって、このムドマ・テランガナがロックカレンダーであったことを証明します。テランガナのムドマ村からですね、ナスカに線を引いてみます。中心がテランガナで特定できる場所です。ナスカにはこのような滑走路があります。右から引いてきたのがテランガナから引いてきた線です。注意深くご覧ください。この滑走路がテランガナの方向を示しています。もう一度やってみます。右から引いてきた線に注意してください。繰り返します。この滑走路ですね。なぜこの滑走路が重要か。ということになります。つまりこの滑走路は私のナスカ理論の正しさを証明するところとなりました。緯度経度はここに示しておきます。で、検証してみます。ナスカです。この黄色い線はインドネシアのポケケアから引いてきた線です。後でそのポケケア遺跡の説明をします。で、これがその黄色い線です。注意深くご覧ください。やはり、巨石遺跡でよく知られている場所です。この線と正確に重なります。そして、同じように、これは、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ポケケア遺跡と、ジャール遺跡は区別がつきません。同じ壺型のですね、遺跡が残っています。上がポケケア、右がジャールです。線が上の方で重なりましたね。で、この黄色い線のほか、この辺りにはいろいろなラインが重なっています。
これがポケケアです。そしてエイブベリーラインもあります。エイブベリー UK です。そしてロシアのショリア遺跡から引いてきた線です。その線もこの滑走路と正確に重なります。皆さんもご自身で線を引いてみてください。そしてブルーのラインがペルーのモーレイから引いてきた線です。ロックカレンダーと私が証明した場所です。そしてこれらの線が重なります。もう一度やってみます。ポケケアです。ジャールです。赤い線がジャールです。そしてショリアです。薄いブルーですね。それからエイブベリー、黄色いラインです。そしてモレーです。そして今回、もう一つラインが加わりました。右の白いラインに注意してください。ムドマラインです。先ほど、ムドマ A と印をつけたところがここです。この白いラインはですね、インドのムドマから引いてきた線ということになります。このように、巨石、遺跡、からのラインは、このプラットフォーム周辺に集まります。これらの遺跡は、私、林博士が、ロックカレンダーであると証明したものばかりです。ということは、左下のムドマ遺跡も、ロックカレンダーの可能性が極めて高いということになります。林博士のナスカ理論、プラットフォーム理論を使って、それを証明してみました。Bye for now. We know little about the details of timekeeping in prehistoric eras, but wherever we turn up records and artifacts, we usually discover that in every culture,Some people were preoccupied with measuring and recording the passage of time. I, Hiroshi Hayashi, would like to point out the fact that rock calendars must have been there, some of them, about which have paid little attention, or not at all, to rock calendars. Here in this, video, I show you another story about rock calendars now found in Ustyuzhu Abankansky near Mount Shorya, now in Russia. Rock alignment in Ustyuzhu Abankansky is just one of them. 古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることでした。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば今は何年何月何日なのか、そして今はどんな季節なのかと。そうです。その根底にあったのは季節ということになります。その時になれば森の木々が芽を吹き花が咲く。その時になれば暖かい風が吹き小鳥たちが軽やかに歌い出す。がその一方で、その時になれば雨が降り雪が降る。冷たい風が吹く時もあるし、嵐になる時もある。すべてがその時に始まり、その時に終わりました。で、古代の人たちは、そうした移り変わりから一年という概念を導き出したものと思われます。と考えるのは、ごく自然なことです。古代の人たちといっても、その流れを組む私たち自身のことだからです。私たち自身の中にその記録が刻み込まれているからです。現在の私だって、私たちだって、一日単位、一ヶ月単位、一季節単位、そして一年単位で生活しています。が、その時が分からなくなってしまったら。現在の私たちは大混乱に陥るに違いありません。同じように古代の人たちもです。だから古代の人たちは懸命にその時を知ろうとしました。今はいつなのかと。まず太陽を見た。次に月を見た。やがて星々を見た。こうして暦を知ったわけですが、それだけでは不十分でした。例えば、UK のエイブベリーにも岩が並んでいます。一番外枠は、12、12、13。12、12、13の月の数が並んでいます。
12ヶ月を繰り返すという意味です。で、その円の中に別の円があり、そこには 29.5 個の岩が並んでいます。1ヶ月は 29.5 日という意味です。が、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のズレが生じてきます。だから同じく円の中に27個の岩が円となって並んでいます。そして毎日その岩のそばにトークン、つまり目印の石を置くことで日、月、年を正確に知ろうとしました。もちろん季節も知ることができます。つまりロックカレンダーです。同じコンセプトで作られているのが日本の銅鐸です。それについての動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。が、それだけではありません。フランスのカルナック列石も同じコンセプトで作られたロックカレンダーと考えられます。エイブベリーで見つかったのと同じトークンがカルナックでも見つかっています。エイブベリーでもカルナックでもそのトークンのことを、斧、斧、斧と言っています。斧なんかじゃないです。トークンです。さらに、ラオスのジャール平原の列石、さらに南米ペルーのモレーもそうです。これらもカレンダーだったと断言できます。さらに言えば、ストーンヘンジの周辺には丸い穴が掘られていたこともわかっています。その穴もカレンダーでした。そのことも続くビデオの中で説明します。また、さらに言えば、日本の前方後円墳、さらには埴輪もそういう役目を果たしていました。カレンダーだったのです。で、以上はすべて私、林博士が発見したことです。詳しくはこの動画の中で説明しますが、もしお疑いなら、エイブベリー、ジャール、モレーからナスカに線を引いてみてください。この3箇所は一つのプラットフォームに集まります。同じエイリアンが絡んだカレンダーということになります。宇宙から地球を見ることができた人、すなわちエイリアンということになります。が、今日、その今日ですね、そのカレンダーにもう一つ新しいカレンダーが加わりました。ロシアのウツス・アバンカスキーのロックカレンダーです。この情報は山川幸男さんという方からいただきました。シュリア山にある列石もカレンダーではないかと。で、調べてみましたが答えはすぐ出ました。私、林博士のナスカ理論を応用しました。つまり、ウツス・アバンカンスキーからナスカに線を引いてみました。ビンゴーです。そのウツス・アバンカンスキーからの直線と先に挙げたエイブビリ、ラオスのジャール平原からの直線が、そしてモレーからの直線がみんな一箇所に集まったのです。もちろん、いいですか？繰り返します。ペルーのモレーからの直線とも重なったのです。ウスツ・アバンカンスキー、エイブベリー、ジャール、そしてモレーの4箇所からの直線が1箇所に集まったのです。ビンゴーです。偶然ではありえない確率で一致したのです。つまり、ウスツ・アバンカンスキーの列石が何らかの形でロックカレンダーとして機能していたことはもう疑いようのないことです。あるいは、エイブベリー、フランスのカルナク、ラオスのジャールと同じコンセプトで作られたロックカレンダーであった。まさにビンゴーです。この動画の中で、そのウツス・アバンカンスキーとエイブベリーを比較してみました。岩の大きさや並び方など、で、それがどうよく似てるかは、皆さん自身の目でご確認ください。いいですか、皆さん。古代の人たちの心になって、もう一度この世界を、この宇宙を見直してみてください。その心になれば、答えはおのずと出てくるはずです。つまり、暦です。標準時です。古代の人たちにとって何よりも重要だったことは、時を知ることだったのです。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば、今は何年何月何日なのかと、そして今はどんな季節なのかと、その時を知ることが重要だったのです。そのためのカレンダーであったということになります。では、画面を見ながら説明します。まあ、これがエブベリーですね。岩が並んでいるところに注意してください。まあ、それについて後でもう一回説明します。で、ショリア、ロシアのショリア、ウスツ・アバンカンスキーですかね。なんて言うんですかね。まあ、の、まあ、ロックカレンダーに皆さんを案内いたします。ここにあるわけですね。ちょうどエブベリーと
経度差でですね、90.0 というのも気になります。すなわち、地球の4分の1周分ですね。それから、緯度は、1度違いますが、まあ、ほとんど同じだということですね。これが、ウスツ・アバカンスキー、あるいは、ウスツ・アバンカンスキー、という、まあ、呼ばれている、ところです。で、ここに、その、ロックカレンダーがあります。で、この岩の特徴はですね、やはり大きいということですね。UK のエイブベリーに勝るとも劣らないほど大きな岩だということ、ということです。ところどころにですね、人間の姿がこれから出てきますから、ちょっと注意してみてくださいね。で、これをですね、山川幸雄さんが教えてくださいました。私はこの山川幸雄さんにですね、この、まあ、情報をいただくまでは、このウスツ・アバンカンスキーにこうした遺跡が残っているということを知りませんでした。対角線上で100メートル前後ですね。まあ、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。で、ところどころに小さくこう人が映ってるんですけどもね。岩がいかに大きいかということがわかります。岩と岩の間にまたこの小さな岩が並んでいるということですね。ここに人が中央にいますね。大きいですね。ですから、まあ、こうした巨大な岩がですね、こう中央に人がいます。まあ、こういうふうに並んでいるということなんです。そして間に大きい石と石の間には小さな石が3、4個ずつ、まあ、ちょうど4個ずつですかね、並んでいるということですね。これは日本の、まあ、古墳、前方後円墳に並べられた針輪の並べ方と、まあ、大変よく似ているということですね。あるいは同じと言ってもいいかもしれません。で、これが山川幸雄さんがですね、集めてくださいました写真です。で、山川幸雄さんがおっしゃるにはですね、首里谷山周辺に、まあ、こうした、まあ、遺跡を見つけた。これはですね、私が説いているロックカレンダー説の一部ではないかと、そのようにおっしゃってくださったもんですから、調べてみましたけども、まあ、答えはですね、本当に簡単に見つかったんですよ。これはまさしくロックカレンダーです。では、検証しています。もう一つこの処理屋に戻っていますね。で、これを処理屋。そして、まあ、エブベリーまでがですね、5800キロあるんですね。これほど離れた距離のところなのにですね、まあ、同じようなものがあるということで、写真を見比べています。上がウスツ・アバンカンスキー、あるいはウスツ・アバカンスキーですね。下がエイブベリーです。人間の大きさを見比べてみてください。大きいでしょ？いわゆるまあ、小さな石ころという感じはもちろんないですよね。岩です。こうした、まあ、巨石がですね、この大平原のですね、こうこうバクバクとしたその平原の中に、まあ、このように置かれているということですね。そしてそのコンセプトといいますか、並べ方が似てる。上なんかこれ同じようにあるんですけども、フランスのカルナクの石の並べ方とよく似てますね。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけです。上がショリア山の近くのウスツ・アバンカンスキーの列石。下が、UK のエイブベリーです。人間の大きさを比べてみてくださいね。そしてその巨大さを、まあ皆さんにまず理解していただきたいなと思います。まあこうして岩が並んでいる。何のためにどうしてかということですよね。でしたが、エイブベリーはもう、私が証明しましたけども、これは暦です。先ほど言いましたように、12、12、13、12、12、13。そして中央には 29.5 個の石が並べられている。そしてその上には27個の岩が並べられているということですね。そしてですね、古墳とよく似ているということをちょっとしておきたいと思います。古墳の周りにはこのように埴輪が並べられていて、そして毎日一個ずつね、何かを動かすことによって、まあ月、年、年季節を知ったわけですね。まあ前方後円、これ円墳ですけどもね、前方後円墳の中に、周りにはこのような古墳、埴輪が並べられていて、埴輪の目的はだから、一日ごと、あるいは二日に一回ずつね、何か埴輪のようなものを動かすことによって、まあ日にちを知った、あるいはそこにね、埴輪並べておけば、まあ、例えば豪族だったら豪族でいいんですけどもね、神の、まあその、日を知ったということですよね。そして、お並べ方が大変よく似ているということです。これはまあ一つの余談です。で、もう一つ注意していただきたいのが、ラオスのジャール平原です。で、これから皆さんをジャール平原に案内します。で、このジャール平原も、暦、いわゆる列石、歴列石というんですかね、歴列石という言葉が山川幸雄さんが使っておられましたので、私はそれを使わせていただきますけれども、暦列石ということです。これがジャール平原です。まあ、以前、皆さんにお知らせした座標とちょっと違いますので、こちらの方を使ってください。これがジャール平原の、まあ、列石ですね。ここにはですね、石というよりも、石を加工してですね、まあ、なんて言いますか、容器ですよね。こうして、まあ、酒を入れてたというのは、現地の説明らしいですけどね、ここ、ベトナムの在住の日系の方ですけども、行ってくださいまして、そして報告してくださいました。で、これはですね、同じコンセプトで作られていると思います。まあ、どういうことかと言いますと、エイブベリーもカルナックもですね、斧が見つかっているわけですね。いわゆるトークンがね、そしてそのトークンを毎日動かすことによって、まあ、月、季節、そして年を知ったということです。で、ナスカ理論ですよ、証明すれば簡単に証明できますから、皆さんに紹介します。これがナスカです。
ナスカにはこのような、まあ、滑走路がいっぱい書いてあるわけですね。で、その中の一つ、このあたりには、歴史的、あるいは暦の、遺跡とつながっているのが集まっています。これがエブベリーからのグリーンのラインです。皆さんもエブベリーからここに線を引いてみてください。そしてこれがですね、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ここで中心で交わりますね。そして今回見つかりましたショリアの6カレンダーからの線はピタリビンゴをここに重なったわけであります。すなわち、この3本の線は一つに重なったということですよね。一つのプラットフォームから出て、すなわち同じコンセプトで作られた、いわゆる6カレンダーであるということがこうして証明されるわけです。と同時に、カルナック、フランスのカルナックでもトークンが見つかってますから、エブベリーとカルナックは同じコンセプトで作られた列石であるというふうに証明されます。そしてもう一つあるんですね。それがまあ少し前に調べましたモレーの遺跡なんですけどもね。それについてもこれから説明します。なあち、これら3箇所、とりあえずですね、3箇所は同じプラットフォームから出て、すなあち、林博士のナスカ理論によって証明できたということです。で、ペルーのモレーについて、まあ、話しておきたいと思います。これもですね、万年カレンダーだというふうに私は判断しました。この和の数がですね、ちょうどまあ、合うわけですね。で、そのモレーの、まあ、万年カレンダーからナスカに線を引いています。このモレーについての説明はこの続くビデオの中でしますから、じっくりとご覧ください。そして先ほど同じプラットフォームへとやってくるんですよ、皆さん。この線を見てください。先ほどと同じプラットフォームやってきたでしょ。そして、この上のエッジ、線と側線と重なっていきます。なあち、モレーも同じ、暦、カレンダー、まあ、カレンダーですよね。で、あったということです。まあ、古代の人たちは、まあ、その時を知るということがですね、最も重要関心事であったというふうに私は考えています。そして先ほどの線と並べていますね。これがエブベリーです。そして、ごめんなさい、ジャール平原ですね。ごめんなさい、失礼しました。ジャール平原ですね。ジャールです。そしてその横がエブベリーです。わかりますか？エブベリー。そして重ねましたね。この3箇所また重ねましたね。そしてもう一本、先ほど言いました、ウスツ、ごめんなさいね。アバンカンスキーでしたか、そこのラインとも重なるということですね。ロシア語難しいですね。ウスツ、アバンカンスキーの、ということで、まあ、この座標をここに示しておきますから、ここの座標目当てに4箇所から線を引いてみてください。で、今日、新しく山川幸雄さんからの情報で赤い線が1本加わりました。この赤い線は、ウスツ、アバンカンスキーから来て、みんな、まあ、この右3箇所はね、巨石、そして左も同じコンセプトで作られたカレンダーである。ということになってくるわけですね。まあ、カレンダーについての説明は、まあ、先ほど言いましたように、また続くビデオの中でします。このように、4本の線がここに集まった。ビンゴですね。またこの、まあ、これによってですね、この4箇所が、まあ、いわゆる、まあ、カレンダーであったということが証明できると同時に、林博士のナスカ理論がですね、このような形で応用できたということです。山川幸雄さん、どうもありがとうございました。大変な情報でした。これからもよろしくお願いします。Bye for now.